記憶の中のあの日には雪が降っている。母にせき立てられて祖母の家の板戸を開け外に出ると、空は重く垂れ、しかし腐敗して泡立つ卵のようにどこか光をはらんだ君の曇り空の、その光わだかまるあたりから雪はかけらになって落ちてきて、家の前の汚れた土の上に、さらにその先にある包みの暗い空を映して暗い水の上に消える。私たちはそこ橋本さんの家の前に待たせてあった輪力に乗り込んだ。まず母が腰掛け、その膝の上に私が乗る。私の位置が決まると車夫が毛羽の擦り切れたケットを私の膝にかける。私たちの前にゴワゴワのホロが下ろされ、輪力は走り出した。輪力のホロの中心にはセルロイドの覗き窓がある。覗き窓は母の膝の上に乗っかった私のちょうど目の前少し上にある。覗き窓のセルロイドは風雨のせいでかわずかに黄ばみ、しかも不規則に歪んでいる。その黄ばみ歪んだセルロイドをそのままに、覗き窓の向こうを黄ばんだ雪が歪んだ方向に降っていくのを私は見ていた。輪力は坂を上り、坂を下り、踏切を渡って町並みを走る。母の膝を通して母の体温と一緒に伝わってくる車輪の踊りと、覗き窓の向こうの微妙に変わる雪の方向の歪みから、輪力が傾斜を上り下り平坦な地面を走っているのを私は感じ取る。輪力が一度止まり、しかも前方に傾かないのは踏切に来たのだろう。セルドリドの向こうの雪の歪みに、入れ替えの機関車のあえぐような機関音が混じった。こんなさまつなことどもをどうしてこんなにもくっきりと覚えているのか。おそらくはこの写真を撮影してすぐあと、母が私の前からいなくなったせいである。それが九州ではさして多くない降雪の明瞭な印象と重なって、無意識の闇の底にくっきりした像を結ばせたのだろう。母が私からいなくなるその日のことも、私は同様に明瞭に覚えている。その日は写真の日とは変わって、春先のそよ吹く風にまだ少し冷たさはあるものの、風が穏やんだ折などは思わず眠くなるような、そんな日だった。その日も同じく母は矢薬の合わせの上に玉虫色のコートを着て、小さく畳んだ紫の風呂敷包みを胸元に持っていた。いつもはまるでおしろい気のない母なのに、その日に限って甘く粉っぽいおしろいの匂いがした。よそ行きの匂いという気がしたのを私は覚えている。ちょっと町まで行ってくるけん、おとなしゅ待っととよ。母の言葉にうなずいただけで、私は声も出さなかったのではないだろうか。母は歩き出した。その頃、私のいた祖母の家は堤と呼ばれるため池沿いにあり、堤沿いの道は祖母の家の前の畑を過ぎて二軒先で柳波に隠れて見えなくなり、やがて見え始め、堤に沿った低い山の山沿いにしばらく続いて山の端に見えなくなった。そこから道は鉄工所の間をだらだら下り、踏切を渡って町に続いている。私は柳波に見えなくなり、やがて円形になって現れた母の山の端に隠れて、今度は本当に見えなくなるまで、いや見えなくなってもなおそこに立ち尽くして見送っていた。母もいつになく振り返り振り返り手を振っていた。
母が出るとき、家には私のほかに誰もいなかったのだろうか。いないというのは変なのだが、記憶では確かにいなかった。夕方になって帰ってきた祖母に私は尋ねたものだ。ばあちゃん、母ちゃんなまだ帰らんと。いんま帰ってこらせた。しかし3日経っても10日経っても母は帰ってこなかった。母ちゃんなまだ、おとなしゅしとりゃじーき帰ってこらす。祖母は引き薄を回し回し答えた。一月経っても母は帰らなかった。3ヶ月して私宛に大きな郵便小包が届いた。中国に渡った母から来たチョコレートやコンペイトーや紙落下傘や絵本だった。この時になって祖母は初めて真実を言った。母ちゃんな死なにとらせた。私は落下傘を投げ上げて物置の脇の梅雨晴れの柿の木の枝に引っ掛けた。母が死なという遠い遠い場所にいるというよりは、母はどこにもいないのだと私は思った。